盲膜脈師匠は、木義・高太郎の短編推理小説。1934年、新青年11月号に掲載された、大新池先生シリーズの一編であり、作者の分断デビュー作である。当時の新青年の編集長、水谷人氏は、探偵作家の絶対数が不足しており、科学方面の記事をうまく書きこなす筆者を求めており、工学誌で作家でもある。 運の十三に文章が記るせて、新青年風の感覚が理解できそうな科学者の物色を頼んでいた。水谷の要望に適した作家として、運のが紹介した作家が企業であり、網膜脈師匠という題名を、水谷は舌を噛みそうな題名と表している。原稿の記し方も、達筆で一行二十字の枠に一から二字、不足するくらいにはみ出しており、 木々が相当に原稿用紙を使いこなしている人物であると判断したという。私は疑いながらその短編を一読したが、今さら、改めて言うまでもなく、大いに感動した。題材も去ることながら、その公文にはそれまでの探偵作家が持っていなかった一種の針みたいなものがあって、それがぐんぐんと読むものを引きつけるのを感じた。著者自身の回想によると、昭和九年頃、 運の十三は膝詰め談判で探偵小説を執筆するように金儀に進めたという半分しかできなければ後の半分は自分が記すという手紙も送っているこれに対し金儀は夏休みの秘書地で本作を書き上げている作品は運の水谷両者の検閲を経ており金儀以上に作品の出来を心配したのは運の十三で 水谷一氏が、とにかくいいよ、とぶっきらぼうに答えた時の安心した顔が印象的であったという。それまでに木々は、江戸川乱歩や運の十三、バンダイン、エラリー・クイーン、黒フッツラの著作に慣れ親しんでおり、生理学者の領域を出て、医学随筆家として注目されていた。このことを見逃さなかった運の十三によって、探偵作家木々高太郎は誕生し、 諸女作、網膜脈師匠は誕生したのである。掲載にあたっても、破格の扱いで、四段抜きの新聞広告で、以下のように記されていた。コーナンドイル日本に再生す。その筆致、その構想を。堂々たる、本格派、精神分析を、探偵小説に取り入れて、初めて成功せる、新人作家の諸女力作、山地に貸して、噴戦を見出したる喜びただし。 編集だよりでは、小坂井吹と同一視されており、医学者出身という共通点は、あれども、作風や小説館の相違などは注目されてはいなかったようで、ある。経験大学の精神病学の教授である大志二家は、ある晩週の日に、大学付属の精神病院で、松村真一という原始に悩む一人の少年の診察をする。彼は、生来の神経質で、 三つになるまでギフである平介に、懐かず、逆にその年齢を超えた頃に義父をしたうようになったと、言う。また、同じ年齢の頃まで馬への恐怖心を抱いていたが、突然馬を好きになり、今度は、ネズミや虫のような小動物を怖がるようになっていた。大志に家は少年に白ネズミを見せ、そのネズミを灰色に染め、やがてメスを入れて殺したが、当初はどうという反応を示さなかった少年は、 ネズミの死骸を目の前に出した途端、恐怖心をあらわにした。大使に行けば、少年の入院を許可し、学生たちに向かって、少年の動物恐怖症は、エディプスコンプレックスから来るものとし、原子や幻覚ではなく、網膜脈死症と名付けた症例にあたると解説し、弟子の岡村を主治医として担当させた。その上で少年の病気は両親に関連があると、示唆した。 少年の義父である松村平介はブローカー業をしており、母親、三代子の述べるところによると、新一の実父は誠康という定大での文学史であったが、三代子の父母の死と同時に肺結核に侵されて奇跡的に一命を取り留めたと思った新一が3歳の頃に謎の意志を遂げたという。平介はその頃から三代子に言い寄っていたが、 ちょうど三代子が新橋駅で平助に会っていた時間にマヤスが死亡したことからアリバイが成立し、誠康は自殺と断定されたのであった。平助はその後正式に無効入りしたが内縁の夫という扱いのままであった。その後岡村と新一は同時に突如失踪した。子供は義父に連れ去られたと推理した大新地は岡村の安否を心配するが、 果たして重症を負い、入院中の岡村からのメッセージが、大臣家のもとに届けられてきた。ありがとうございます。